せーの、新年明けましておめでとうございます。ザ・W のクイーンのスパイクです。はい、はい、皆さんにもクイーンとして今年1年ハッピーをたくさんお届けします。イエーイイエーイ。はい、いいですよ、いいですよ。はい、はい、はい、ガッツ。はい、出身が北九州。ヤンキー、キャー、アシナス。かっこいい。いいですね。あ、いいね。再び組に声をかけてくれた。何知らないの。冒頭。ポールの指示ください。すごい静かになっちゃった。何も言わなかった。あ、いいね。ちょっとキスマグみたいなついちゃってるんだけど。キスマグじゃないんですけど。ちょっと引っかいちゃった。スウェーデン。確かに。だから便利ですよ。鍵がかけれるみたいに。あ、そうだね。はい、鍵がかけれるみたいに。めちゃくちゃいいじゃん。両方こっち。下と上じゃない？下と上じゃない？下の角じゃなかったの？はい、チーズ。すごくいいです。気持ちいいですよね。めっちゃいい。飲むよ。ノーロックでしたけど。本当に。なんか取り逃げしていったし。見せずの。
オフショーのね、オフショーが好きですよね、お客さん。ありがとうございます。ナイチキー。ありがとうございます。めっちゃいい。何が良かったか、こういうやつ、こういうやついいですよ。何がいいの、何やで、力士の写真で笑ってるの見たことないな、何代目横綱みたいな。ちょっと待って、下がって、うん、正月かな、これ、うん、はい、違います、決めていきますか。はい。
初めてだ。はい、チーズ。ニコマ漫画じゃん。このあとはワラバランス森田の結婚式に身近に行くんですけど、はい、本当にこの格好しました。さっきの森田の写真で、そう式で和装だったんですよ。お酒 PR してる店で。しっかりめに笑ってもいいかもしれない。はい、ああ、いい。そのままなんかあれなんですかね、透過してなんかそのままそう透過して、あのハイテクのやつですよね。動きやる感じ。はい。
ちょっとチョコ顔からずらしていただき口つけろってここに持つだけ持つだけかちょっと撮影させていただいてたんですけど、はい、沖田さんだけちょっと撮影ができてなくてどういうことですか？オフショット？はい。どういうことですか？オフショットって。オフショット、皆さん の、はい、あの撮影の様子を後ろから動画回させていただいてたんですけど、はい、それをちょっと沖田さんだけ。僕だけ？浜中はあるんですか？そうですね、浜中さんはあるんですけどそういうこと。僕を忘れてたんですか？うっかり。そうなんですよ、うっかり忘れてまして。全芸人僕だけですか？はい。そうでしょ。申し訳ありません。なので、はい、その香り結果なんですが、宣伝をしていただいてもよろしいですか？なんで香りと一挙はなんですけど。で、宣伝？なんで？どうしても沖田さんに言っていただいて。めっちゃ写真撮ってんで、オフショットだけ撮ってたんですか？うんじゃないですよ。いや、かわいいですよね。で、アクスタが、なんで俺宣伝すんの？アクスタが売り切れるまで販売。で、生写真、こちらですね。グッズショップの販売機で半永久的に販売しますので、ぜひお買い求めください。いや、なんで俺、取ってももらえなかったのに宣伝してんですか？買ってください、皆さん。お願いします。これで旅行とか行って一緒に旅行になるとか使ってね。